SCP-871 の一例。アイテム番号 SCP-871。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコルそれぞれの生成された SCP-871 は、別々の施錠されたコンクリートの部屋において、移動できない木製のテーブルの表面に固定された金属製の皿の上に保持する必要があります。生成された SCP-871 を収容するそれぞれの部屋は、有線のカメラを経由して24時間体制で監視し、各映像は15分ごとにチェックします。SCP-871 の置き換えが発生した時には、警備員が3名のクラス D 職員をその部屋まで護送し、そこに閉じ込めて SCP-871 を食べ尽くすように促してください。この作業に1時間以上はかかりません。もしさらなる動機づけが必要な場合は、その SCP-871 に割り当てられたクラス D 職員1名の解雇が認められます。生成物の消費が済んだ後は、クラス D 職員及びその部屋を徹底的に調査します。生成物が1件も残されていないことが確認できるまで退出は許可されません。その後、次の生成物が現れる準備として大皿とテーブル、部屋を清掃します。SCP-871 の消費に協力的であることを示したクラス D 職員は、さらなる消費に志願することが許可されます。非常に有用であると見受けられた職員は毎月の解雇が延期される可能性があります。そのような職員はいかなる状況であっても SCP-871 以外の SCP との接触は許可されません。いかなる種類のデザートも、生成された SCP-871 を収容するすべての施設において適用して廃棄ません。説明 SCP-871 は237個のケーキのコレクションです。個々の SCP-871 は見た目や大きさが多種多様であり、人間によって、ケーキ、と記述される全範囲の食べ物を含みます。これまでに観測されたケーキの中で最も小さい SCP-871 は 15g のミニチュアカップケーキです。最も大きなものは 22kg のバウムクーヘンで長さが2メートルあります。どの SCP-871 も、人間や、その集団によって消費されると、およそ24時間後に類似したケーキに置き換わります。このケーキは以前に食べられた場所の近くの平らな面に出現します。人間以外の動物に食べられることを含む、人間によって食べられる以外の方法で十分な損傷を負ったケーキは瞬時に新しく入れ替わります。この方法で再生されたケーキは置き換えまでの残り時間を元のケーキから受け継ぎます。SCP-871 が置き換わる原理は、現時点では不明です。個々の SCP-871 の置換されたケーキは、時間をかけて、変異、することが観察されています。置き換えにより様々な小さな特徴の変化が起こり、置き換えのおよそ 5% で大きめの変化が起こります。大量のケーキを食べることによって起こる例外を除き、多数のケーキを消費した場合であっても、SCP-871 を消費することによった有害な影響は観測されていません。SCP-871 の危険性は食べられなかったケーキから生じます。消費されなかったどの SCP-871 からも、24時間後に新たなケーキがその付近に生成されます。これは通常の、置き換え、の動作と似ていますが、元のケーキは24時間前に置き換わる同様の特性を示し続けます。この動作は生成物の 10% 以上の部分が消費されないままであった全てのケースにおいて観測されました。SCP-871 の生成を停止する手段が存在しないため、どの管理されていないケーキも指数関数的に増加し、直ちに収集不可能になる可能性があります。現在、2万個以上の SCP-871 のケーキを管理し提示するための方法はまだ編み出されていません。一つの SCP-871 によって起きる歯止めの効かないケーキの大発生によって、80日以内に地球が居住不可能になると見積もられています。